もうちゃんと踏めるね。いいよいいよ。はい、皆さんこんにちは。今日は SL230 です。ちょっとね、この SL230、カスタム、ちょっとカスタムしたところがあるんで、ちょっと紹介してみようかなと思います。それはですね、これ、はい、ブレーキペダルですね。映ってるかな。ちょっとモニター見てないんで角度ごめんなさい、あんまり良くなかったら。これね、元々の SL の、ブレーキペダルはここまでなんですよ、こうね。で、ここ2センチぐらいこれかさ上げしてます。はい、溶接でね、ちょっと加工してもらいました。これなんでこうしたかっていうと、オフロードブーツね、私のはソアーのなんですけど、初心者用で非常にね、柔らかい、感じのオフロードブーツなんですけど、足首はもともと硬いっていうのもあって、ブレーキペダルが踏みにくかった。というのはね、林道なんか走ると、フロントアップの練習もそうですけど、ブレーキペダルをね、やっぱり上げるじゃないですか。上げるとね、シッティングで普通に、乗ってる時にこうリアブレーキをこう舐めるような使い方、林道じゃなくてね、そういうところに、そういう使い方をする時にこう足首が曲がらないんで、結局こうつま先で踏んだりね、かかとで踏んだり、あとはフロントブレーキでかけたりっていうことをやってたんですけど、どうもね、乗りにくい。はい。で、何かいいのことはないかなと思って、いろいろと考えてて、大体こういうバイクの部品って、皆さんがね、考えたり、こういうのあったら便利だなとか、いいなって、思うものが大体アフターパーツが出てるので、調べてみたりしたんですけど、アルミのね、ブレーキペダルはあるけども、こういうものはなかったんですよ。で、私もしばらくね、こうやってつま先で踏んだり、して乗ってたんですけど、どうもやっぱりね、乗りづらい、ですよ。で、私、トランポとかね、持ってないんで、林道行くときはこの SL230 で自走していくんですよ。そう。それでね、伊豆の、いつも行ってる伊豆の林道とか行くのでも、自宅から伊豆の林道まで、近くまで行くのにでもね、80キロぐらいあるんで、往復160キロ。で、一般道あり、高速道路あり、ワインディングありっていうことでね。で、特にワインディングの時に、やっぱりね、私、乗り方、SL だけじゃなくて、S もそうなんですけど、リアブレーキをね、こう、舐めてかけて、引きずりながらコーナー曲がったり、するんですよ。どちらかというとリアブレーキ、一般道でもそうですけど、リアブレーキ多用する乗り方なんですね。それはもう、そういう風な乗り方になっちゃったから仕方ないんだけど、そうするとね、やっぱりね、こう、微妙な、こうブレーキ操作がね、やっぱできないんですよね。フロントブレーキだけでもいいし、ちょんちょんってかければ別に乗れないことはないんですけど、で、なんとかならないかなと思って、考えて、でですね、私、そういうふうに思った時って意外とこうバイク、ガレージにいてバイクじーっと眺めて、なんか方法ないかなって、じーっとね、何日もそうやって考えてる癖があるというか、そんな、性分なんで。で、気がついてっていうか、これ、ここね、かさ上げしたらね、ここ、したらその分ブレーキペダル下げられるじゃんって、そしたらつま先で踏めるんじゃないのって、いうことにたどり着いたんですよ。そう。それでね、私、こう、オフロードバイクとか林道初心者で素人なんで、その考えがね、正しいかどうかっていうよりも、どうなんだろう。その考え間違ってんじゃないかなって。
考えてたんですよ。そう、それでね、ある時、まあ林道仲間のね、バイク仲間の森さんが、BMW の 1250GS アドベンチャーを買って乗ってきてたんで見る機会があったんですよ。で、あ、やっぱいいな、かっこいいな、でかいな、なんてこうやって見てたらね、ふとブレーキペダルが目に留まったんですよ。そう、そしたらね、ここにね、こう見慣れないこう部品がついてたんですよ。そう、で森さんに、え、これ何って聞いたら、これ実は林道とかね走るときに下ろすんですっていうことで、まあこれがこう縦にこう可変するっていうのかな、ヒンジになってて上でカチャッと止まるようになってるんですよ。で、林道入るときとかはこう下ろしてガチャンとこうロックされるようになってて、そうするとこういう形になるんですよ。それをね見たときにね、あ、 BMW 俺の考えパクりやがった。あ、いや違う違う違う失礼いたしました。違う違う、あ、俺の考え間違ってなかったんだってね思ったんですよ。そう、それでね、もう具体的にここに木をね、こうかまぼこの板を切って高さどのくらいにしようかとかね、考え始めて、そう、それでちょうど SL のねここ真ん中、補強のこうあれが入ってて、まあここまでどうせスタンディングの時はここでニーグリップするし、内側で踏めるのがいいじゃんっていうことで、じゃあここまでにしてもらったら、このつま先はねワインディングとか、一般道の時にこうちょっと舐めるような使い方ができるんじゃないって、考えがどんどんもうそうなって、で最近ね私の動画にも時々登場する、伝説のチタン職人モンさん、モンさんにね、すいません、できませんかって言ったら、あ、いいですよって、言ってくれたんで、この前ね、サムさんと行った時に、ブレーキペダル予備持ってって、で、加工してもらったんですよ。これね、いい。で、ここ来るまでにね、今ここは神奈川県の、南足柄市、時々、っていうか結構よく来る、林道明星線の、西条寺のところね、大雄山に上がる手前の入り口のところなんですけど、まあここまで来る間に当然青少バイパスとか、ここね、山道上がってくるのに、つづら折れのコーナーがあったりして、そこで試してたんですけど、いや、いいですよ。まだスタンディングは試してないんで、こっからね、今からね、ちょっと明星林道を走って、まあスタンディングの時に、こう、ブレーキペダルがちゃんと踏めるかどうかとか、まあ高さ微調整、必要かどうかとか、そんなのをね、ちょっと見ようかなと思ってテストに出てきてます。まあということでね、まあそれはまた別動画にするか、ちょっと入れるかわかりませんけど、ちょっと SL のね、ブレーキペダルを自分仕様にちょっと、カスタムしてみたのでちょっとご紹介、でございます。まあそもそもね、いやリアブレーキなんか使わねえよとかつま先でちょんちょんってかければいいとか、かかとでかければいいとか、まあそういう方とか、まあそんなのはねお構いなしに、操作できますよって、何の不自由もないですよっていうね、ベテランの方は全然、まあ、参考にもならないかと思うんですけど、まあもしちょっとオフロードブーツを履いてね、なんかやっぱ乗りづらいななんて、思ってる方がいらっしゃるんでしたらね、まあこんな、案もありますよということで、なんかの参考になればと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。